どうも皆さんこんにちは。ミッドウェスト東京店の市政です。ミッドウェスト東京店の斉田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、斉田さん、ちょっとメンズはちょっと久しぶりの YouTube になりましたけども。お久しぶりです。はい、お久しぶりですもうね、12月 もう半ばになってもう寒くなったっすね。めちゃくちゃね、はい、かなり、はい、そうね、はい、地方とか名古屋とか雪があった。もう雪がね降ってるらしいですよね。大雪らしいです。はい、そうっすよね、まあ、そんな中で今日はちょっとね満を持してちょっとご紹介したい商品があるんでね。そうです。はい、今日何ですか、言ってお願いします。本日は2021、はい、春夏の唐紙リリースを紹介したい。こんなね真冬これから到来するっていうところだけども、もう今から春夏を紹介しちゃうと。ああ、そうですね。一応こんな感じです。じゃーん、バーッと。はい、一応まあちょっとまだ第1便なんで、そこまでめちゃくちゃ離れてきてるわけじゃないですけど、今日はね、まあ冬だけど春夏を紹介します。そうです。でもなんかね、まあ使えそうなアイテム結構、ね、はい、多いと思いますので、ここら辺もじゃあちょっと着ていきながらちょっとご紹介していきたいと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、もう当館の 21SS、まあもうね、ルックももう公開されてると思うんだけど、はい、どう見た？見ました。見ました、はい、どうだった？どんな感じ？基本的には色、あ、今回ね、一つのポイントはね、色ね、うん、結構ファーストルックでも作った淡い水色とか、はいはいはい、色のパステルじゃないですけどね、はい、淡い色とかビビッドなイエローとか、いろんな、まあ、柄物もそうだけど結構多かったですよね、今回ね、はい、他は？他はまあでもこのシャツが割と今季なんか前年はあれでしたっけ、ちょっとグリーンで、ここはあの、なんかね、ヒロハウスも変わられた、あの、あー、はいはい、ありましたね、はいはいはい、ああいう系のイメージの同じ方ですけど、全然なんか雰囲気は変わった。そうですね、今回、うん、やっぱりこう、あれですかね、やっぱまあこういうあの情勢なんで、結構いつもやっぱ唐らしいこういうこうさ、ウエスタンだったりとか、ちょっとアバンギャルドなあのものだったりとか、まあ、柄とかもやっぱちょっとすごいじゃない。の中で、なんかでも、やっぱ一番すごい僕が思ったのは、やっぱりリラックスな感じがすごいムードが多かったなっていうふうに思います。結構多分、まあね、まあこれから、まあ、生活様式もやっぱね、こう家にいる機会とか多いじゃないですか。はい、っていう中で、まあ本当、家の中とかでもう外でももうリラックスしたムードで、でも唐辛子みたいなルックがすごい多かったかなと思いました、僕はね。はい。なので、なんていうんだろうな、こう、いつもみたいな、こう、秋冬とかで東賀さんってどちらかというとこうチェスターコートとかジャケットだったりとかドリズラーとかっていうなんかクラシックなアイテムって重量のものとか結構多かったりするんだけど、春夏はもう比較的もう本当にこう、まあ、シャツがねやっぱルックもすごい多かったし、ちょっと軽量というかなんか本当インナー使いでそのまま外でも行けちゃうよみたいななんかニュアンスの、はい、ものが多かったし、さっき斉田君が言ったみたいにカラーものがねすごいなんていうんだろう、結構さ、まあ、淡いパステル系の色もあれば、ちょっとこう、もう原色に近いようなイエローだったりとか、赤いなんかローズのプリントだったりとか、なんかそういう、こう、カラーでやっぱ元気を出してほしいみたいなメッセージが伝わってきたかな。あと、プラス、トロピカルのムードもね、今年ね、半袖とか、まあ、やっぱ、トウガさん、まあ、やっぱオリジナルの、ね、グラフィック、すごい独特な雰囲気なので、あそこもすごい今回、注目のポイントかなと思いますけど、いかがですか？素晴らしいやコメントを。いえいえいえ。勉強に、さらに勉強に。いえいえ。でも本当、僕個人的に言っても、トウガさんって、僕、めっちゃ好きなんですよ。すっごい、はい、もう、独特しいというかさ、すごいエッジが効いてるし、ね、なんだけど、やっぱちょっと女性らしさもありつつみたいな、それなんか面前あんまないポイントなんですけど、なんか毎シーズンなんだかんだこう買うんですけど、個人的に、東南の春夏最強説なんですよね。あ、秋冬より断然春夏の方が好き。あ、そうなんですよ。結構なので、ちょっとね、そこら辺もなんかあるので、ちょっと熱をこもってやっちゃう感じですけども、ね、はい、ちょっとじゃあ実際ね、もう漫談ばっかりで、ちょっと。お客様飽きちゃうから、ちょっと実際にして、じゃあ出演しましょうか。はい、はい、じゃあお願いします。よろしくお願いします。はい、着替えてみました。着替えましょう。まずね、第1個目、おすすめとしては、まあ、個人的にやっぱ一番ご紹介しておかないといけないでしょう。っていうのが、こちらですね、バーン。
インナーシリーズですね、はい、のものセットアップ、これが、まあ、ファーストルックでね、ブルーで使ってたやつですね。うちは今のところ、ベージュとこのブラック、まあ、ネイビーなのかなの色の2種類で展開してます。はい、はい、で今最悪の今セットアップの着てもらったけど、シャツの方が、これが 46?こちらで46です、はい、で僕の方が48ですね、はい、こんな感じになってます。そうです。でパンツもね、後でちょっとあれしますけど、はい、はい、っていう感じですね。でこのインナーシリーズ知ってる？いや、トーガの、トーガといえばみたいな、あ、知らんの？知らないです、知らないです、教えてほしいです。もともとあれなんですよ、トーガの中でもトーガプルラでやってたやつなんですよ。で別のラインのやつで、はい、ミッドウェストだとちょっと大きいサイズ感でいつもパジャマシリーズってやってたんだけど、もうあれがすごい好調で、で、まあ、この 21SS、まあ、さっき言ったみたいにリラックスのムードということでインナーシリーズをアップデートして作ったのが今回のこれって感じです。あ、そうなんですね、はい、なので、いつものシャツとかとちょっと違う感じというか、はい、素材自体もね、レーヨンとリネンを使った、はい、ちょっとね、ややこう、なんかガサッとしたような生地感に、で、こっちはなんかちょっと光沢のあるアセテートを使ってるんだけど、そう、まあ、やっぱでもこう、形で言うと、どう、トーガね、らしいよね。はい、時間もあって。そうですね。で、だから特徴としてやっぱね、こういう、まあ、パイピングの仕様だったりとか、こういうボタン使いとか、やっぱね、こう、トーガらしいアイテムなんだけど、大体いつもこう、トーガのコレクションのピースだと、まあ、ここら辺とかでもやっぱ4発とかちょっと結構よくするような値段帯だったんだけど、うん、今回確かね3万8000、まあ、大体ちょっと安いと思う今回は。はい、そうなんですよ。でシャツも、まあ、トーガといえばねやっぱこういうウエスタンのシャツとかがあれなんだけど、まあ、ウエスタンっぽいけどでも形自体はこうパジャマっぽいような、だからもうあなたのパジャマですよ。パジャマです。完全に部屋着みたいな。そうですね。だけどまあやっぱねこうイケてるよね、めっちゃね、黒めっちゃセクシーでかっこいいですね。で今ね最悪にこう履いてもらってるのがこのパンツですね。これも、はい、アセテートのこう切り替えになってまして、こういった感じでね、わかるかな、はい、ちょっとタックインしちゃうとまたよりね、ここの切り替えが見えるのでかっこいいですよ。しかもこれは後ろがあれなんですよ。そう、ギャザーになってるからね。だからこう、あれだよね、ラフチンだよね、うん、でもやっぱストーンと落ちるシルエットだけど、やっぱりまあ唐辛子こうパンツのシルエットやっぱかっこいいね、クラシックだね。かっこいいですね。なので、まあ、このインナーパジャマなんだけど、あえて下はこういう、まあ、パドローネさんだったりとかちょっと単靴、ちょっと重さのある靴を持ってきてもらうとよりいいかなと思います。はい、今はねこの状態だとパジャマですけど、こっからなんだろ う、 こう例えばコートとか冬なんで、で着ていただいて中はパジャマのセットアップとか超イケてるじゃん。なんかパリのすげえシャレたさ、おじいちゃんみたいなさ。そうっすよね。でまあね、ベージュでこう今ちょうど僕、まあ、レオパードのパンツ履いてますけど、こういう感じでこう、ね、ベージュのワントーンとかもちょっとあれだし、まあまあ、何が言いたいかっていうと、もう単品使いやすいですね、結構ね。はい、シャツとかもね、すごいこういった形ですげえいいし、パンツはパンツで、これこのパンツベージュすげえ気になってるんだけど、めっちゃ良さそうですね。いいですね。はい、そうですね。で、これが、パンツに関してはもう、ウエストがね、後ろの方がこうギャザーになってて、まあ、パンツになってるので、もうワンサイズで取ってます。これで46かな。はい。めちゃくちゃ履きやすいです。履きやすいですよね、はい、履きやすいね。ストーンとね、落ちるデザインなので、はあ、結構いいかなと思います。で、まあ、ちょっとインスタとかで登場しましたけど、なんかこのなんかよくわからないんですけど、ガーメントがついて、そう、ハンガーカバーがついて、とあとあれですね、何でしたっけ、このなんか飲めるやつです。飲めるなんかオイルがあるんですよね、これね、はい、がなんかつきます。この CBD オイルってなんかこれは海外でもなんか流行ってる、ね、MCT オイルです。おお、なんすか、教えてください。ちょっと結構ボディービルダーの方とか、結構飲まれる。なんかあれですよね、まあちょっとリラックス系なんですね。はい、それもあるし、合法ですよね、ちゃんと。合法です。よかったよかった。違法ではない。違法ではない。なので、まあそれでインナーシリーズを買っていただいた方には、まあ、こういうオイルを飲んで家でもリラックスしてもらってハッピーになってほしいみたいな
っていうシリーズみたいですね。だけどまあ本当に単純にアイテムとしてすごい使いやすいアイテムだと思いますし、あとね値段帯もね、パンツもこれで3万6000円とかなんですね。はい、すごい安いと思います。めちゃくちゃ、はい、ここら辺はねなんかもう結構もう出て結構パパッと予約だったりとかスタイリストさん結構ね買い上げ結構良さそうなので、ここら辺は狙われる方は早めがいいかなと思います。はい、じゃあ続きに行きましょうか。はい、はい、はい、着替えてきました。はい、続きましてというかもうこれしかないんですけどね。はい、今ちょっとこのメッシュトップスですね、はい、の切り替えのものと、あとジャガード、ペイズリージャガードのパンツ履いてみました。どうですか。パンツいいっすね。なんかトップスを蹴出すわけじゃないですか。パンツめちゃくちゃいいっす。ダショこのいやもう一応さ今季一押し、はい、出ましたね、ペイズリージャガード。このシリーズもうトーガといえばみたいな、もう待ってましたみたいな。去年買えなかったんだわ。あ、去年もねダッシュパープルとかもあったんですよ。ねえ、あのねこのジャガードもなんて言えばいいんだろう、このすごいこの大きいペイズリーとこうちょっとちっちゃいペイズリーのこう切り替えのアイテムで、もう光り加減ですごいでしょ、もう何色みたいな、すごいなんかこうマダム感みたいなさ、すごい色の、これ何色っていうもんじゃないですか、分かんない、ゴールドみたいな色と、一応今僕が履いてる方がまあブルーかな、ブルーベースですね、ブルーベースで履いてる感じ。いやこれめっちゃ可愛い。そう、これちなみにちょっと後々入っていきますが、半袖のシャツとセットアップになるやつなんですけど、あ、はい、そうなんですよ。なんですけど、いい一応とりあえず今パンツが今入ってきたっていう感じなんですけど、いやもうこれがねめっちゃねイケてるパンツですね。今回はちょっと買わせてくださいぐらいめっちゃもう待ってましたみたいな。待ちに待った。そうですね。でもね、いやそうなんですよ。もう東海さんってもうパンツなんですよ。パンツめちゃくちゃいいんですよ。はい、もうだってさ。メンズってさ、もうボトムってもう限られてるじゃん。もうスキニーとか、まあ、アイドとかいろいろあるんですけど、もうこのトーガのパンツはね、トーガのリラックスパンツはもうね、トーガなんですよ。もうジャンルなんですよ、一つの。はい、で、もうこんだけ何合わせようが、もう超おしゃれに見えるっていうか、はい、もうおしゃれな方はもうトーガのパンツちょっと買っていただくと間違いないかなと思いますので、今季僕はちょっとね、これが欲しいなと思ってます。はい、どっちにしようかなみたいな感じで思ってます。はい、で、あと今ね、はい、あとメッシュのこのトップスですね。これももうトーガといえばみたいな感じなんですけども、はい、こういうなんていうの、なんていうのかな、こういう素材の切り替え、そうですね、この下の方のこうナイロンの切り替えだったりとか、ここら辺とかもねこうついてて、このまあジップ使いのねこうトーガらしいですけど、まあなんかここら辺のなんかやっぱ異素材のミックスっていうのもまあやっぱトーガさんらしいなっていう感じですね。で結構こう、まあ、開けていただいてこうパッとねこう合わせて、今回確かこれのカーディガンとかもあったのかな、はい、このカーディガンとかもちょっと欲しいんだけど、そうなんかここら辺もなんて言えばいいんだろう、なんか普通のローティーとかと違って、はい、このナイロンちょっとミリタリーなのかちょっとスポーツなのかミックスの素材感で、なんかなんとなしのこう気の利いたインナーとしてでこう開けていただいて、例えばちょっと前側だけタックインみたいな感じでこういう、まあ、リラックス系のパンツでなんかこれぐらいのタックインとかしても、まあ、ね、パンシャーが、ね、出るよね。そうなんかね、ほんとこういうなんか痒いところに手が届く、それがトーガっていう感じ。冷静に、めっちゃすごい、もう何でも、ね、好き勝手言ってるメーカーさんに見られてやばいかもしれないですけど、はい、ちなみに、はい、これは3色ないんです。あー、そうですね、今1色しかないです。これネイビー着てます。これだってもう何出した瞬間にもうなんかすぐあれだったよね。ね、白とブラックかとかとネイビーの3色展開で、もう早くもネイビーしかないっていう。スピード感やばい。スピード感やばい。これ、まあでも本当にこれもうメッシュやっぱもうすごい人気なアイテムなんで、はい、ちょっとこれも早めがいいかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。どうだ。どう、斉田さん。やっぱり僕言われてみると、はい、このパンツめちゃくちゃ最強です。ああ、これね、最強です。最強です、はい、そうですね、はい、まあ、こういった形でちょっとね今日は駆け足で紹介させていただきましたけれども、まあこういったまだファーストデリバリーなのでまだこれぐらいの品番数ですけど、これからまたね、
来年の1月2月になったらまたガッと入ってきますので、またそのタイミングでご紹介できたらなと思います。はい、であと、最後告知一つだけ、はい、ですね、今週からですね、もう、プレセールが店頭の方ではスタートしてます。秋冬の商品ですね、はい、結構今回マジでこれもみたいな、結構スペシャルですよね、いっぱいあるので、まあなのでこう秋冬のものはプレセールでお得に買っていただいて、ちょっとマンネリ化してるな、冬の、ファッションマンネリ化っていう感じだったら、こういうねスパイスのものを入れていただいてミックスで買っていただくといいかなと思います。間違いないです。はい、あと何かありますか、最初は。あ、はい、あ、そう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 、あ、ね、そうそうそうチャンネル登録と、はい、そうですね、はい、あとは、はい、うちの、ミッドエスト東京メンズのインスタグラムもぜひ、はい、フォローもよろしくお願いします。こちらまで、はい、よろしくお願いします。はい、ではまた来週かな、はい、お会いしましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。